家に帰るとぐったりする人の対処法。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日は中国上海の街中からお届けしています。今日は質問いただきました。アラコさん、31歳女性、仕事中は普通なのですが、自宅に戻ると気力がなくなり、考えることや動くのがしんどくなります。いや、仕事中も少しはしんどいのかもしれません。もう10年近くこのような症状に悩んでいます。心が病んでいるのか体力の衰えなのか分かりません。こういった症状の場合どうしたらいいのでしょう。どの科の病院に行く等アドバイスをお願いします、ということですね。まあ、この状態で精神科を例えば受診しても、まあ、異常はありませんよとか、うつ病ではありませんよってこう言われる可能性っていうのは結構高いのかなというふうに思います。じゃあ病院行った方がいいのか行かない方がいいのかってことになるけども、こういうはっきり明らかな病気の状態ではないけれども、まあ、結構体調が悪いとか疲れが溜まっているとかストレスが溜まっているとか、なんかこうパッとしないとか、そういう状態っていうことを私は未病って言葉でね表現するといいのかなってことで、未病未だなっていないんだけど病気の結構直前とか病気の一歩手前の状態ですよっていう意味を込めてね、未病っていうことを言っています。絶対にミスをしない人の脳の習慣っていう本を書きましたけども、それはこの未病っていう考え方概念を多くの人に知ってもらいたいなと思って書いた本でございますけども、この未病っていう考え方がとっても重要だから、未病っていうのは病気ではないけど健康でもないんですね。逆に言うとそういう、まあ、ちょっと疲れた状態とか調子の悪い状態をずっと続けていると本当の病気になってしまいますよという、この病気の一歩手前の状態ということが言えると思うんですね。この質問いただいた方も自宅に戻ると気力がなく考えることが動くのがしんどいっていうので、ちょっとねうつ的な要素もあるのかなというふうに思いますけどもね。でもまあ10年ぐらいこういう状態でなんとかやれてるってことは、まあ、病気の状態まではいってないけども調子が悪いというかはっきりしないということだと思うんですね。まあ、そういう状態において一体どういう対処法があるのかってことを、私の絶対ミスをしない人の脳の習慣という本で、ね、詳しく書かせていただいたんですけど、具体的にはですね3つの方法というのが現れてきて、1つはストレスを減らす、まあ、今抱えているストレスを少しでも減らす方法はないのかということをちょっと自分なりに考えてみてやってみるということ、それなりにストレスを減らせる部分は減らしていきますけど、そうでない部分、減らせない部分というのも出てくると思うんですね。そうなった時にあるべきことっていうのは、私は体を整えるってことがとっても必要というか重要なことじゃないかなというふうに思っています。そこでやるべきことっていうのはやっぱ睡眠と運動ってことになってくるんですよね。ということで、きっちり7時間睡眠をとるとかですね、定期的に運動するとか、そういったことをねやっていっていただきたいなというふうに思うのです。ということでね、病気なのか病気じゃないのかって言った時にね、病院に行けばいいのかっていうと、明らかな病気の状態でないと病院に行ってもですね、何ともないですよとかですね、治療の必要はないですよとか言って終わってしまう可能性もあるので、まず病気であろうがなかろうがですね、体調を整えるためにやっぱり睡眠や運動してきちんと体を整えるということ、今抱えているストレスの問題なんかをですね減らすようにできるだけこう頑張って自分の体調をこう整えていくということがとっても重要だと思いますので、この方もねまず病院に行くということではなく、今できる病院に行かないでできることっていうのがいろいろとたくさんあると思いますので、そういうところ一つずつやっていくといいんじゃないかなと思います。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。